はい、良い子のみんな、お相撲は親王朝のお兄さんヘビリンザーマスはよチェーキというわけでございまして、改めまして大人の皆様こんばんは、のヘビリンザーマスはよというわけでございまして、ヘビ蔵のお待ち遠さま、お相撲今日の親王朝このトーニョインペロチクルこの野郎落ちにあれ、そういうこと言ってはいけないザーマスはよって何度言ったらわかるのかしらというわけでございましてですね、さあ今日もですね、令和4年大相撲秋場所の、7日目が終わったみたいでございますがね、なんだかぐっちゃぐちゃだとかってお話ざますけど、いかがでございますかというわけでございましてですね、さあ今日もですね、その7日と、そして明日の中日8日目、のですね、ちょっと考察を重ねて、もうどうするのどうするのどうするの、奥様親落ちをやってるのやってないでしょやってないでしょ結構やってないざますわねと言いながら、本当はやっていたんだって、この豚野郎畜生の野郎ってそういうこと言ってはいけないざますわよというわけでございまして、さあそれではですね、番組スタートするザーマスはよ、ね、さあ お客様のお耳とお目目ね、お尻は借りませんというわけでございまして、番組スタートです、よろしくどうぞ。はい、そういうわけでございまして、改めましておこんにちはのというわけでございまして、ヘビリンザーマスはよ、よろしいざますというわけでございまして、さあ、令和4年ね、大相撲秋場所の7日目、なんだか今日はすごかったっていうお話ざますね。なんか昨日は横綱大関全滅、今日も大関が3人いるうち2人が負けるというわけでございまして、大変だったみたいざますはね、まあそれでもなんだかね、一部の声ではですね、親落ちをやってないんじゃないのと、親落ちをやってたら JA と遠野であんな顔してないんじゃないの、もうまるでね、JA ちゃんなんて、まあちょっと今日ね、さ、復習に入りましょうかというわけでございましてですね、はい、ピックアップしたのですね、はい、照強くんとドラゴン水戸ちゃんがやったら、なんとやっぱりドラゴン水戸ちゃん負けたのね、親王朝というわけでございます、よろしいざいますわね、はい、そして甥っ子ちゃんは負けちゃった、 JA ちゃんも負けちゃって、テルピーは相変わらず買っていたのね、親王朝というわけでございまして、よろしかったざますか、はい、まあそこでですね、ちょっとここの中で復習をしておきましょうかというわけでございますけども、まあ J ちゃんなんかすごいもう目がうつろになってたざますはね、花道帰る時もうやば買えない、大星サーマーキラキラが終わったのね、こういうわけでございます。巡業に行ったら分かるざますはね、いかに人望人徳がないか、ね、人望人徳がないといざという時買えないというわけでございまして、大関陥落一直線と言いながら、なんとか買わなきゃならない親王朝で8番ギリギリというところでございます。さああとですね、ここに書いてませんけども、なんと東農大が2日目から6連敗というわけでございまして、まあどうするのどうするのと言ってもですね、彼の場合は来場所頑張りますというわけでございましてですね、まあ来場所は小柳くん転ぶざますわよ、大変ざますわね、正代くんの代わりに小柳くんが転ぶ、時津風システム、これが模型会、こういうわけざますわね、よろしいざますよ。まあそしてテルピーはテルピーで、今日はね、あのイッチーとはね、この同級生お友達ね、もう見てわかるね、買った買ったぞ買ったぞ買った買って買ったね、買って買って買いまくる、こういうわけでございます。さあよろしいざますか。そしてですね、明日の、何ざますの、あここのね、曲線、これはなんだかあまり評判良くないざますはね、なんだかお客様の中でね、いろいろおコメントいただきました。なんかヘビリンの言ってることわけわかんないって、難しすぎるって、なんかそういうふうに言われてお叱りを受けました。誠に申し訳ございません。なんざますかしらね、もう少しわかりやすく説明した方がよろしいんざますかね、というわけでございましてですね、まあちょっとね、なかなかこの相撲を見ていただいているお客様とね、こちらのヘビリンのおチャンネルに来ていただいているお客様ね、もう少しちょっとこうヘビリンも分かりやすくお話ししないといけないかなと、ちょっと反省してるざますわよ。さあそれでですね、明日7日目のですね、幕内の割をですね、ちょっと確認しておきましょうというわけでございまして、21番あります、よろしいですか。
ドラゴン水戸と、嫁宝塚重量ですねこれね、はい、ピン山本と新潟三代目、はい、賭博400万と阿鼻子くん、はい、その次ですね、カステラ野郎に堕胎野郎、はい、そして半分お朝鮮とモンゴルケタグリ、はい、そしてですね、淡路チンピラとカルピス現役野郎、はい、親父 YouTuber と地匠野郎、はい、ジョージア理事長と、ミスターいじめ、はい、そしてですね、ブルガリー2世に釣りバカ1台、はい、そしてですね、 SM 野郎と小林さんちのおげいちゃん、はい、この子までが前半でございます。そしてですね、その次後半に入りますザーマスはね、その次後半からがですね、よろしいですか、前頭部ハゲ野郎とお茶漬け野郎、はい、そして、近畿大にさきちゃん、そしてワッシーくんと親父八百長、はい、そして、佐渡ヶ岳三代目とブサイク、はい、モンキーちゃんと、イッチー、はい、そして緑富士に、ネスレ日本、そして裏ビデオとおいっこちゃん、はい、そしてヤクルト野郎とハイブリッド、そして原発野郎と JA、そしてですね、大英栄店と東農大、そして結びの1番が、はい、テルピーと南部せんべいというふうになっております。21番です。さあ、そしてですね、明日のちょっとピックアップをちょっと確認しておきましょう。どんなことになるのかなというわけでございましてですね、まあ、いよいよですね、ちょっと大きく勝っている人たちをちょっとピックアップしておきました。これ見えるかな、見えますかというわけでございまして、まず十両からですね、はい、北青鵬ってこの白鵬ちゃんのお弟子がですね、6勝1敗、そしてですね、春日野部屋の栃武蔵だかってあんまり聞いたことありませんが、この人も6勝1敗同士でやるという星の潰し合い、どちらかが勝てば7勝になるざますから、いよいよ明日以降に親王朝というふうになっているわけ、ザーマスは、よろしいザーマスはね。そして、美ノ海と東白龍くんね、この白石くん。これ間違いなく、美ノ海勝って7勝になるんでしょうね。まあ、それともお預けかしらということで、いよいよ、この十両の輩たちがですね、いよいよ親王朝、親王朝、十両互助会で、親王朝始まるザーマスはよ。さあ、ヘビリンもいよいよ頑張る時がやってまいりました。お客様どうぞお付き合いくださいませ、ザーマスはよ。というわけでございます。そしてですね、幕の内。前頭部ハゲがですね、この八角部屋で頑張って、なんと7戦全勝で頑張っている。ねえ、もういよいよ明日いよいよ勝ち越しがかかっているというザーマスが、いよいよどうなるんザーマスかね。で、相手がお茶漬けですから、お茶漬けちゃんもお星を打って、ここはね、桜コマースモランボンというわけでございまして、お朝鮮マネーが入ってきたぞで、親お朝で勝ち越すぞというわけでございます。はい、そしてですね、ワッシー君6勝1敗に、佐田の海、ここもですね、ワッシー君勝って7勝になるでしょう。そしてリーチがかかります。親王朝というわけでございまして、モンゴル互助会頑張るぞ、ね、今場所はワッシー君がどうやら政府に言われたのね、帰化するの、帰化のお祝いかしら、その代わり帰化したらね、前もお話ししました、帰化というのは一度ですね、モンゴルの方が日本に帰化する場合ですね、外務省に届けます。もちろんですね、もちろん試験もあります。その前にですね、一度モンゴル政府の方ではですね、モンゴルの国籍を抹消します。一時無国籍になります。無国籍になるということは非常に、工業ビザも出なくなります。でもそれはきちんとですね、スライドしていて工業ビザはあります。出ないとこの人場所出れなくなるじゃないですか、お仕事が。それと、モンゴル政府は特別な計らいで、もし無国籍になっても工業ビザは、継続させていただきます。そうでなかったらこの人たちお金運べないですから、送金ができないわ、モンゴル政府は困るのね。モンゴルという国は、なんと 外貨を稼ぐのはなんとお相撲だけ、この三党国家とこういうふうに言われてるざますけど、まあ、そういうこと言ってはいけませんというわけでございましてですね、まあ、この辺も一生懸命頑張ってですね、モンゴルにお金お金お金ってこういうふうにやってるわけざます。よろしいざます。まああとなんですか、今日のお相撲よもやま話ということでございまして、まあ横綱大関陣総崩れ、そしてですね、この平幕連中も総崩れというわけでございましてですね、大丈夫というふうになっております。もうヘビリンも何もお話しすることはありませんね。もういよいよおなんざますのこのお相撲がね、解体、この崩落ね、そういうものが向かっているのかなと、崩壊する寸前でね、楽しいじゃありませんか。だん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 この工業倒れになっていくこの毎日というわけでございましてですね、全然盛り上がらない
よろしいザーマスはね、いや本当に楽しいザーマス、ヘビーに本当こういうの楽しくてしょうがないです。ただ、こうやって少しずつですね、この日を重ねるとですね、中にはこうやって親を調しながら星を重ねている人たちがいますので、チェックをしながら見ていきましょうというわけでございます。いよいよ明日以降はですね、まあ、7勝の力士が出てきたらどうなるのというところを確認していきたいと思いますね。まあ、何人かこのように出てくるでしょう。まあ、そこをですね、いつものように、割合をですね、出していって、どうなの？大丈夫かしら？というわけでございまして、まあ、明日は中日ですからね、中日から勝ち越し力士、要するに休機直しの人を出すというのは、まあ、なかなかザーマスはね、というわけでございまして、いかがなの？というわけでございますけども、まあ、こういうことでしょう。ね。まあ、見ててくださいというわけでございまして、またね、成績評価曲線を出していきながら、でもどうざますかね、成績評価曲線はちょっと評判が良くないざますから、まあ、ここからはね、先ほど今お話ししたようにね、割合をね、統計上の割合を百分率で出していきましょうかというわけでございまして、もう今日はちょっとね、短縮バージョンでいきます。はい、姉ちゃん見てるか。はい、あとですね、川原さん、おコメントありがとうございます。おかげさまでこのような形になっていますんでね、ヘビリンの言ってること大体おかげさまでね、日々の相撲賭博は当たらないにしても、親オチをやっているというのがですね、大体分かってきていただけたのかなと思います。はい、松山様、どうもおコメントありがとうございます。まさぴーママ上よ、お元気かしらね、お体の具合いかがかしらというわけでございましてですね、お大事にしてくださいね、皆様ね。まだまだ、あとですね、この今日本全国ですね、今九州ねの方に台風が来てるざますわね。これお気をつけ遊ばせね、きちんとね、備えあれば憂いなしというわけでございまして、もうきちんとお買い物で買い出しに行かれてますか？ね、そうしないと、ここ2日間ぐらいは台風が通るざますからね、十分ご注意遊ばせというわけでございましてですね、お相撲なんか見なくていいざますわよ、ね、台風の対策だけしっかりなさりますようにしてください。それではですね、この辺にしときましょう。エンディングでございます。今日は随分あっさりと花田優氏が、この豚野郎どもってこうなってるけど、いかがなものかと、やっぱり親オチをやってるのね。こんな数字が出てきたぞ、こんなに出てきたぞ、中日に入る時にもうこんなにいるぞ、リーチかかってるのが。だいたい6勝というのは先行利権と、以前話しましたね、先行利権をつかんだものは必ず勝ち越します。この3人覚えてください。手っ取り早く勝ち越すざますよ。もうこの前頭部ハゲもワッシも勝ち越すざますはね、調子がいいんじゃないざますよ、ね、先場所まで貸していた星が一気に返ってきた前頭部ハゲ野郎、親をちょっとこういうふうになってるわけざますはね、よろしいざます。そういうふうにお相撲を見ましょう、ね、おかげで上位陣はガッタガタ、ね、JA いよいよ陥落かしら？ね、人望がないと、買えない、買えない、買えないの。ね、東農大は来場所、帰ってくるの、帰ってくるのよ。ですから、ファンの皆様、ご安心遊ばせ、今場所は返してるだけざますわね。よろしいざます。ヤクルトちゃんは貸したり帰ったり、あとは栄ご助会があるからなんとかなってるざますわね。ああ、本当にご自戒持ってるのは強いザーマスはよ、というわけでございまして、ね、貸したり借りたり買ったり売ったりね、まあ本当こんな団体に公益財団法人を与えていてよろしいのかしらね。ヘビリンは許しません。相撲協会をぶっ倒す。さあ、それではですね、また明日お会いできたらお会いいたしましょうね。殺されなければ。皆様ごきげんよう、さようなら。